150年の歴史をたどるヒストリー・オブ・同志社。今回は後者の歴史をたどります。建築は記憶の器、その姿にはさまざまなドラマが潜んでいます。同志社を象徴するレンガ造りの建築物、その始まりは1884年まで遡ります。キャンパス内に現存する最古のレンガ建築、昭栄館。洋風の外観に対して内部の構造形式は純和風になっています。1886年に建てられた礼拝堂、プロテスタントのチャペルでは現存する日本最古のレンガ建築です。同志社教育のため本格的なチャペルの建設を新島城は待ち望んでいました。記念館は新島城の死を悼んだ卒業生たちによって創建を計画されました。資金集めに苦心している中、アメリカンボードを通じたクラーク夫妻からの寄付で完成したものです。夫妻は創生した息子のために記念館の建築を望みました。同志社はクラーク神学館と命名、後にクラーク記念館と呼ばれることになります。愛があふれる建築物でもあるのです。知識の書庫として、豊かな未来を創造する場として、調和を図りながら整然と並ぶ建築物。キリスト教を基本とする同志社の精神は連綿と受け継がれています。日本の大学では最大級のラーニングコモンズを誇る良心館。新島城同志社大学設立の C にはこの良心という言葉が並びます。同志社が行う教育として明確に記されているのです。建学の精神を表す最も重みのある良心、同志社教育のシンボルとして新島の思いを今日に伝え続けています。